マジでローズベリーレッドショックだわ。いや、なんか枯れたの発見して、で腐りかけてるのを見て、マジショックで言葉を失って、で家族にそれ報告したら、やっぱこの一週間雨続いてたから、もう乾燥しなくて、こう根腐れっていうか葉っぱが腐っちゃったんじゃないかと。でネットで調べたら、結構広がって全部がダメになるパターンもあるらしくて、ちょっと怯えてます。っていうのもサントリーのあの苗、何軒か回ってやっと見つけて、でしかももうその買ったところにはもう苗残ってないんですよ、この間行ったけど。だから本当あれが枯れたら結構ショックだなって。いや、もちろん実もね、6個7個ぐらい、いやもっとついてたかもしれないんですけど、それの茎が株元から腐っちゃって黒くなってるんで、実ももう食べられないですし、それもショックなんですけど、まあ株が生き残ってくれれば、一応あれ四季なりなので、いちごはまたね食べる機会があると思うんですけど、苗がね全部ダメになるともう入手が困難なんで、もうそればっかりが今心配です。とりあえずあの後、日当たりのいいところのブロックの上に置いて、水が少し乾くようにしてますけど、株分けがもしできるなら、少し株分けして土がね、なんだろう、もう少し水はけがいい土に変えた方がいいのかなとか、ちょっと考えてます。とりあえずちょっと用事のついでに庭出た時に見つけて、すぐに植え替えはできなかったんで、ちょっとこれからね、お昼ご飯いただきたいと思います。今日なんですけども、ベーコンエッグです。プルプル。そして、インスタントのね、ネギの味噌汁に、昨日食べたうどん屋さんの天かすが浮いていますね。で、惣菜なんですけど、切り昆布と人参油揚げの煮物、あとゴールドキウイ、あとね、おにぎりの鮭と、昆布ですかね。で、この鮭は昨日、魚力魚屋で、なんかパックに入ってた切り身のほぐし身で、サーモン珍しく売ってたんで買いました。一パック400円もして高かったんですけど、まあ紅鮭じゃなくて、やっぱサーモンはそれだけ脂も乗ってて美味しいし、缶詰に入ってる鮭のフレークはすごい塩分が強すぎて、自分はちょっと苦手なので、塩分が薄そうだなと思って400円だったんですけど、奮発して買いました。今日は隣の工事の音がめちゃくちゃうるさくて、頭痛に響いて、ちょっと頭痛いです。というわけで、いただきます。皆さんは目玉焼きに何かけ食べますか？私はもう物心ついて、というか大人になってからは、マヨネーズと醤油で食べてることが多いんですけど、それを20そこそこの時に知り合いに話したら、聞かれて、なんかトマトにケチャップかけて食べてるみたいなもんだって言われたんですけど、トマトにケチャップは美味しくないけど、目玉焼きにマヨネーズはとっても美味しいので、まあマヨラーの人とかは、もうやってると思うんですけど、やったことない人にはおすすめです。はぁ、もうちょっとローズベリーのショックから抜けきれませんが、いただきます。すごい半熟ですね。よいしょ。マヨネーズの酸味が美味しいです。それから、おにぎりですね。ラップが剥がれんな。よいしょ。はい。はい。こんな感じで見てわかる通り、あんまり味が濃くなさそうな、自然な切り身のほぐし身だったので、買いました。いただきます。塩分ちょっと薄いかもって思うんですけど、これ単体で食べるときは多分ちょっと塩分が物足りないかもしれないですけど、今日はベーコンとか醤油マヨネーズとか味噌汁とか結構、おかずみたいなものがあるので、
それと合わせるにはこのぐらいの塩味でも私は全然大丈夫です。それからこの間ですね、ちょっと自分の動画に関するコメントについて動画を出したんですけども、誤解を招かずに言うと、私はもう特に気にしてないし、ちょっと悪ふざけで出してしまって、逆にそれを読んだ視聴者の人に不快な思いをさせてしまっていましたら本当に申し訳ありませんでした。特に、まあ、さっきも言ったように気にしていないので、これからもこの動画のスタンスでずっと続けていくので、まあ、見てる方も特に、私には気を使わずに、まあ、良ければ見てもらって、もし飽きたらね、登録解除していただいても全然問題ありませんので、まあ、よかったら今後ともよろしくお願いします。で、やっぱもう、卵はほんと、うまいな。すいません、つまんない感想。今ね、ベーコンにこう卵黄をつけてかじったんですけど、なんかベーコン炒めてる油が、いつもはオリーブなんですけど、なんか今日バターの風味がして、すごい美味しくて、めちゃくちゃご飯に合いますね。ほんと、おにぎり、目玉焼き、味噌汁があったらもう十分ですよね。めちゃめちゃ美味しいご飯だな。それから、この動画で言うことじゃないんですけど、キュウリの接ぎ木刺しが全滅しました。これも昨日今日の話なので、ローズベリーレッドに加えて、このキュウリの接ぎ木刺しの失敗も、ちょっとメンタルやられて心が折れそうです。宮崎大輔さんが最近動画で、自分でも心が折れることがあるって言ってたんですけど、やっぱ丹精込めて育ててるだけあって、本当にショックが大きく植物が相手なんですけど、なんか人間関係ぐらいショックですね。気持ちがすごくよくわかります。今、そうそう、二つ目のおにぎりです。さっきもう動画終わりにしようと思ったんですけど、実はまた一つ思い出したんですけど、この前私今キムチにハマってていろいろ食べてるって話をして、豆もやしが入ってる、ご飯が進むくんシリーズのキムチがあるっておすすめしてもらって、でまぁ、ちょっと今コロナ騒動とかもあったりして、ちょっと買い物に行く機会が少ないんですけど、その後から2回か3回ぐらい食品の買い物には行ったんですけど、近くのスーパーにないんですよ。今まで見たのはイオン、東急ストア、あと稲毛屋を見たんですけど、なんかご飯が進むくんないんですよね。それで豆もやしが特徴だと思うんで、それも見たんですけど、なんか普通の白菜とか、あとなんか変な海産物のキムチみたいな、塩辛みたいなのしかなくて、いつかね出会えるのをね楽しみにしてるんで、またねことあるごとにキムチコーナーをねウォッチしたいと思うんですけど、ちょっとまた昨日も見つけられなかったんで、とりあえずまた違うのを一つ買ってしまいましたが、いつか食べてみたいと思ってます。